はい、どうもリスキーです。今回の動画はこちらのご紹介です。ラボパワーさんからご提供いただいた本日8月28日新発売のポータブル電源です。ポータブル電源はモバイルバッテリーにコンセントの差し込み口がついた1台あると便利なアイテムになっています。なので、まあ、日常使いもそうですし、キャンプとか、災害、まあ、緊急時に、コンセントを必要とするような時とか、まあ、シンプルに、モバイルバッテリーとしても、使うことができるアイテムです。ポータブル電源って聞くと大きめのものを想像すると思うんですけど、こちらは、持ち運びもできるようなスマートなポータブル、電源になっています。もう早速ちょっと気になるので、もう中身開封してコンセントを使って家電が動くのかとか、どんな感じのものになっているのかっていうのを見ていこうかなと思います。なんかこういうケースにまず入ってますね。これ開けると多分中にモバイルバッテリーというかポータブル電源、おおほほ、なんだろうな、コカ・コーラ缶ジュースぐらいの大きさかな。なんか 500ml まではいかないけど、缶ジュースの、サイズ感、重さもそんな全然重たいとかもない。これほんまに使えんのってちょっと感じがするんですけど、かっこいい。これやっぱデザインもすごいいいですよね。なんかかっこいいな。あ、でこういう一応ポーチみたいなのも一緒についてました。なポーチと、まあ、本体ポーチで、あとは充電用かな、こいつを、充電するためのタイプ C のケーブルが1本入ってます。で、あとはマニュアルですね。まあ、中身としてはこういうケースと、ポーチでケーブル本体って感じです。気になる本体、見ていくんですけど、まず、モバイルバッテリーとしての機能、こちらに、USB タイプ A とタイプ C の、2つの、ポートがあります。で、電源ボタンがあって、で、ここですね、ここにこれを開けると、おお来た、こういう感じで、まあ、コンセントの差し込み口があります。なんでここが普通の、まあ、モバイルバッテリーとは違うところです。なのでちょっとまあ思いつくのが、まあ、扇風機だったりとかドライヤーとか、あとなんかプレステ4とか、まあ、ゲームの本体がこれで動くのかちょっとわかんないですけど、コンセントに挿して使えるのかっていうところがちょっと気になるかなとは思います。ここですね、ここの電源ボタンを押すとこんな感じでバッテリー残量が表示されます。今ちょっとマックスではないので 60% ぐらいかな、これバッテリー残量があります。こちらのポータブル電源はモバイルバッテリーとしても使えるので、こちらの USB ですね、タイプ A と、まあ、タイプ C2 つの端子がついているので、まずはちょっと充電、2つ同時充電ができるかとかをやっていくんですけど、こんな感じで、挿します。よいしょ、はい、挿してマウスに、よいしょ、はい、挿すと、はい、っていうとこんな感じで、まあ、まあ普通に充電できて、で次はタイプ C、はい、で充電になって、こっちのタイプ C、はい、タイプ C もちょっとやってみます。まあ、iPad、よいしょよいしょ、できてますね。こんな感じで、こんな感じで、まあ2つね、充電できます。で、このポータブル電源、まあ、モバイルバッテリーとしても、まあ、使えると、まあ、いわゆる大容量モバイルバッテリーとして、まあ、使えます。2万ミリアンペアだったかなの容量があるので、こういう感じで2台同時に、まあ、充電もできると。で、メインのこちらですよ、コンセント、このコンセント、このコンセントの充電、コンセントの、まあ、差し込み口がついているので 80W までの、まあ、家電とかが、充電できるそうなんですけど、まあ、大体どんなものが使えるのかっていうのをちょっと、目安として参考に、ちょっとどんなものが使えるかっていうのを、やってみようと思います。使い方はこの、電源ボタンを長押しします。すると、はい、こんな感じで、点灯します。なのでこの状態で、コンセントを使います。で、用意したのがちょっとこのドライヤーとこちらの、はい、扇風機扇風機、ちょっとめっちゃ汚いけど、この扇風機と、まあ、カメラの、充電器ですね、バッテリーの充電器、まあ、この辺ちょっとやってみようかなと思います。で、まずドライヤーから挿してみます。こんな感じでここに、はい、挿すといけるかな、やってみます。おお、ついた。あれ、でも消えた、一瞬で消えた。ダメか、ダメでしたね。よいしょ、もう一回やってみよう。ああ、ダメだ。多分このドライヤーは 80W 以上あるので、こんな感じでブッで止まるっていう、ちょっとこのドライヤーはダメだったと。で、次、はい、この扇風機、扇風機でやってみます。これを挿すと、で、スイッチを入れる。ああ、これすごい、もうすごい音しだした。ほら、で、ダメですね。こんな感じで全然
ちょっとダメだ。ちょっと次これですね、はい、カメラの、充電器、こういう充電器が、充電できるのかっていうのをやってみようと思います。で、充電できたらここのチャージっていうところが緑に光るので、ここですね、緑に光るのでやってみます。はい、お、あ、いけたいけたいけた、やった、いけた。こういう感じでできます。で、あとどんなものあるかな、家電、よいしょ、はい、この扇風機、もう一つあった扇風機、ちょっとこの扇風機もいけるかやってみます。あ、いけるやん、おお、すごい、ほら扇風機いけた。音ちょっとすごいけど、こんな感じでがっつりちゃんと扇風機が動くっていう、これすごい負荷かかってそうなんですけど、ポータブル電源がすごい頑張ってるけど、こういう感じでほらちょっとわかるかな、こういう感じで動いてるっていう、はい、扇風機もちゃんと、あ、涼しい、こういう感じでほら動いてます。あ、今日も全然いける、ほら今日にしても全然使える、はい、問題なし。こんな感じで全然扇風機も動きます。ただかなり頑張ってますけどね、はい、っていう感じで、よいしょ、これはすごいな、このサイズ感で、まあ、80W までの、家電だったら動くっていう、まあ、かなりパワフル、スマートなんですけどパワフルな、ポータブル電源になってます。まあ、こんな感じで動かせると。で、あとはちょっとこういう感じでプレステ4を用意してみました。で、プレステ4が動くのかっていうところで、はい、電源を入れて刺すと、スイッチ入るか、おお、プレステ4動きますね、すごい音頑張ってるけどプレステ4も普通に動いてると。まあ、こういう感じで発熱めっちゃするやんみたいなことはないですね。これも結構今ぶん回してるんですごい音してるんですけど、全然熱いっていうことはないです。メーターが一つ減ってないですね。10分経ってかなぐらい、10分ぐらい今使えてるけど、この表示も減ってないし、あー落ちたね、落ちたな、動いたのは動いたけど、よいしょ、はい、プレステ動くのは動いたんですけど、ちょっと途中でもうパワーが持たずに、切れてしまうっていうような感じでした。まあでもちゃんと 80W 以下、まあ、こういう充電とかやったらちゃんと、まあ、いけると。で、さらに、まあ、3つで、ここの、まあ、コンセントを使いながら、なおかつ、よいしょ、こういうマウスの充電と、よいしょ、iPad、一応こんな感じで、まあ、3つまとめてこういう感じで、まあ、充電もできると。やっぱ3つすると音は鳴りますけど、コンセントとタイプ A とタイプ C ポートがあるので、まあ、最大で3つの充電ができると。で、まあ、サイズこういうコップぐらいかな、こんな、はい、まあ、タンブラーぐらいの大きさの、モバイルバッテリーですね。サイズ感はこれ安全機能みたいなのがついているので、これがブーンっていうこう音がまあするんですけど、発熱しちゃうみたいな時はピューンっていう感じで、まあ、止まるっていう、まあ、安全機能が、ちゃんとついているっていうところですね。こういうポータブル電源、一番どういう時がいいかなって思ったのが、僕、まあ、出張とかをよくするんですけど、そういった時飛行機機内に持ち込みができるかどうかっていうのって結構重要で、こういうの持ってけると、まあ、割と便利なんですよね。JAL とか ANA、 JAL や ANA の場合だと 100W から 160W 以下のモバイルバッテリーなら2個まで持ち込みできるっていうことなんで、これは飛行機にまあ持ち込みができるポータブル電源です。飛行機にも持ち込みできるので、まあ、海外の出張とかっていう時に1つ持っていくっていうのもすごくいいのかなと思います。まあ、長期間どっかに行く時に、もうこれぐらいの大容量の、少し重量はあるんですけど、2万ミリアンペアの、まあ、超大容量、モバイルバッテリーで、しかも1台で、まあ、3台同時に充電ができる、このタイプ C タイプ A コンセントで3台充電ができるポータブル、電源一つこれあるとかなり便利かなと思います。日常使いの時でも、まあ、旅行とかもそうですし、ライトな感じで、まあ、河川敷とかでバーベキューちょっとしよっかぐらいの軽い感じの時とかだったら、これくらいのもの1台あるとすごく便利かなっていう感じもします。
。であとは、まあ、何かあった時に1台こういうものがあると 80W までの家電だったりとか、まあ、充電ができるっていうのはすごくありがたいのかなと思います。デザインもねすごいいい感じなので、まあ、こういった点も含めてなんかこう面白ガジェットというか、あの便利ガジェットの一つかなっていう感じがします。これ自体の、まあ、能力も割と高めで、接続している複数の機器に対して最適な出力で急速充電をしてくれます。パソコンとかのいわゆる、まあ、モバイルバッテリーとして持ち歩くのもいいですし、外出先で長時間、まあ、ノートパソコンを操作するとかって言った時とかも使えますし、電源がない環境ですね、アウトドアとか、まあ、緊急時とか災害とか、あとは車の中とか、まあ、旅行、そういった時にも、最適です。飛行機にも持ち込みできるので、まあ、こういう電源、しかもコンセントがやっぱり一つついてるっていうのはかなりいいかなって思いますね。これ電源が必要な時、これがあれば安心っていう、まあ、80W までっていうのはあるんですけど、この電源コンセントの差し込み口が一つあるっていうのは、まあ、予備的なところでもすごく安心な、バッテリーじゃないかなと思います。というわけで今回はこちら、本日8月25日新発売のラブパワーのポータブル電源を、紹介しました。この動画が参考になりましたら、ぜひグッドボタンの方をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。リスキーでした。